い、どうもこんばんです。シティーズスカイライン、今日は番外編やっていきたいと思います。皆さんご存知のモニュメント、あれですね、あの超強力な効果を発揮する、5個6個ぐらい今あるんだっけ、モニュメント。その中でですね、病気を立ちどころに治してしまう医療センターという強力な、まあ、モニュメントがあるんですけれども、こちらのですね、今回あの限界に挑んでみようかなと思ってます。はい、医療センターですね。こちらを建てればもう本当にどんな病気にもならないのかっていうのはね、すごい気になるんですよね。なのでちょっと今日はそこを実験していきたいと思います。はい、まずは騒音からチェックしていきます。風力発電所3基、給水塔1基で、これで結構騒音があるはず。あ、ここに、居住区ですね、今作りましたよ。はい、こんな感じですね。家が建ちますね。すげえな、すげえ開拓者スピリットだね。196人今住んでますが、まだ騒音被害は出てないね。商業と産業がないと出てっちゃうかもしれんから、作りましょうか。はい、こんな感じで、あ、来ました来ました来ました。先にそっちから来たか。ちょっとあれだな、泥棒がいるね。泥棒邪魔だから逮捕しましょう。消防も行って一通り置いた方がいいかな。ゴミ、はい、一通り置きましょう。で、やばいです、騒音がやばいです。わかるでしょ、住む前に。あ、なんか死んでるよ。ちょっと待って、死ぬの早くない？これ寿命じゃないよな、これは。騒音で死んでますか、ノイローゼかい。じゃあここに、モニュメントを作るんですが、先にモニュメントの条件を満たさなきゃいけないですね。なんだっけ、廃金利タワー、裁判所、隔離広場、圧迫庁、モデレーションモール、シー&スカイスクレーパー。はいはい、来た、医療センター。じゃあこれをドドドーンと立てて、まあまだね、当然これは速攻で病気がなくなるはずですよ。まず見てみましょうか。はい、そして時間を進めます。消えるはずだよね、これで消えなかったら企画倒れだからね。頼むよ。あれ、消えないんだけど、もっとふわーって消えるかと思ったんだけど。あ、すげえ、救急車が行ってる。あ、そっか、もう出た病気については救急車なんだ。ちょっと待って、これ救急車渋滞が起きてますけど。やばいよこの街。あー、担架で、これ死んでるだろこれ、これぐるぐる巻きじゃん。これは患者じゃないですね、遺体ですね。はい、消えた。で、これで多分もう騒音被害は起きないんですよ。病気になる人は出ないはずなんだよね、きっと。じゃあ次は騒音被害をさらに上げましょう。何がいいんだろう、騒音でかいのって。なんだ、騒音75、風力タービン、石炭とかはな。あ、でも意外と少ないな、風力の方が多いんだ。あんまり騒音光害に着目したことなかったからな。原発50、おお、風力タービンすげえな。バスターミナルでやっと風力タービンと同じぐらいか。空港すごそう。150来ました、150いただきましたね。うわ、貨物空港200。マジで、よし、じゃあちょっと貨物空港ハブ作るか。でかそう。あ、大きいね、これは。やべえぞこれは、発狂するね。初めて作ったよ、貨物空港ハブ。で、一回医療センターを止めます、停止します。情報ビュー見ましょうか。騒音光害、糸ばうわー来た。平均騒音 100%。 初めて見た。お、来ました来ました。あー、来た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 、そりゃそうだよね、全滅です、これはやばい。さあ、
で、しかしですよ、医療センターの力があれば、はい、稼働開始。来た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 。悪夢のようだね。わあ、すごい。でも、ああ、病気になっちゃった。本格的な病気です。救急車、あ、来た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 。オッケー、よかった。はいはい、運び出した運び出した。あれ、まだまだいる。あれ、あ、解消した。で、これでもう出ないでしょ、きっと。病気もう騒音光害にはもう無敵ですね、医療センターね。よし、次土壌汚染行きましょう。土壌汚染といえば、まあ普通に考えると産業区域ですね。産業区をすぐここの近くに建ててあげれば、あっという間に土壌汚染。他なんかあるかな。集積場だ。これは汚染100、これはでかい。焼却炉も汚染100だけど、騒音も出ちゃうからな。集積場だ。汚染100、これをたっぷり作るぞ、ここに。イエーイ、よっしゃー。うわ、これは住みたくない。これ最悪だな、この町。はい、土壌汚染、じゃあ見てみましょうか。時間進めます。よっ、あれ、そうでもないね。あ、ゴミがたまらないからか、これもしかして。ゴミがいっぱいなってくると土壌汚染もひどくなるのかな、もしかしてね。産業特区の石油産業特区、これ土壌汚染消費電力大きく増加だから、これつけるか。石油産業特区、まあ多分石油ないんですよ、ここ。もう全然ないですね、スッカスカですけども。まあそれはそれで外から輸入してくれるはずだから、まあこちらとしてはね、あの土壌汚染が増えてくれればもう言うことはないので。なんかもっと家建てろって言ってるな。高密度でしょうか、ここ。すげえ、綺麗に生まれ変わるの気持ちいいな。一気に建つわ。あ、来た来た来た。株式会社油組。すごい、床とかギトギトしてそう。うっすらちょっと出てきたな、土壌汚染。でもまだ全然少ないな。あ、でも早速ムーアレジデンスさん病気になりました。あー、来てる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 。あー、来てる来てる。これこれ、出動します。医療センターゴー。さあ、君の威力を見せてくれ。さあ、来ました、名物救急車渋滞。消えていくね、超有能医療センター、すげえな。はい、来た。消えた。これなくなった？なくなったね。消えました。土壌汚染の病気がなくなりました。こんな街だけどね。これは住みたくねえな。土壌汚染っていうか、あの空気汚染だよね。あー、住んでる。マジか。なんかごめん。ほんとごめん。なんか実験に付き合わせてマジごめん。病気マーク出ませんね。ただ救急車は結構来てるから、病気マークが出るのを未然に防いでるっていう方が正しいな。ほら、結構救急車出てるもんね。じゃあじゃあちょっと待って、最後水質汚染行きましょう。水質汚染。これは簡単だ。これはシンプルですよ。はい、飲みましょう皆さんね。コクがあると思うよ。給水ポンプ、給水塔か、ここ分断します。早速来ましたね。あれ、なんかいつもと味が違う。コクがあるのにキレもある。ちょっと俺個人的にね、医療センターがこれ水質汚染を全て抑えきるのは難しいんじゃねえかなって気がするんだけど、どうだろう。今回の山場来ましたね。行ってみましょうか。これ難しいんじゃねえかな。ゴー。さあ、救急車フル動員。さあ、頑張れ頑張れ、救急車頑張れ。ああ大変なことに。あー、これはダメでしょう、きっと。
これは追いつかねえよ。ちょっとこれ医療センターだけじゃ足りませんね。ちょっと応援を出しましょう。病院だね。病院だそう。病院をいっぱい出します。すげえ、汚水と病院の全面戦争ですね。あー、いけやべえ、これはやべえ、これ2車線道路だとまずいな。すごいことになってる。救急車何台出てんだこれ。これはやばいよ。え、どうだこれで。あ、割と頑張ってる。いや、ダメだねやっぱりね。ここで渋滞しちゃってるもん。これで通り増やそう。こうすれば多少はって感じ。あ、でも待って、いや、死者は増えてはいるものの、あれだね、水質汚染のこのマークは減ってるね。まあ死んでるからか。ほら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 、割とこれだけあると抑え込めるのか。え、そうだよね、めっちゃ吸ってるよね、汚水ね。直でこっから流してここで吸ってるもんね。うわ、すごくない？まあでも救急車やっぱり出るね。やっぱりこれでも未然に防いでるってことか。すげえ、マジか。じゃあ最後の仕上げにトリプルでいきましょうか。水質土壌を騒音と。さあ、いけるかな。またここに産業を生やします。ちょっとまずね、土壌汚染が育つのが時間かかるから、まずそちらから。でもこれ職場全然ないよね。商業施設は今作ったけどさ、産業一個もねえんだよな。産業なしで君ら生活してるの。全然産業伸びてこないんだけど、これ大丈夫？働くことを忘れたのかい？商品は全部外から輸入してるってことか。え、こんなことってあるの？なんかおかしくね。ちょっともう、じゃあ商業満足させてやるか。こんながっつり作るつもりはなかったんですけどね、ほんとね。ここら辺の産業区画全く生えません。あ、これそうか。あ、来た来た、産業1個だけ立ってる。若干あるね。ちょっとだけ立ってますね。あ、これすげえ。焼却炉、そうだな、焼却炉にしようか。どうせできねえんだからさ、焼却炉作ろうぜ。これでいいだろう。さあ、じゃんじゃん燃やすよ。さあ、そろそろ被害が出始めるんじゃないかな。あー、来た、先に騒音が来ましたね。あ、土壌汚染、あ、来た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 、来ました来ました。いや、まだまだまだ、待て、まだだぞ。ちょっと貨物空港ハブ建てましょう。ここら辺全部ぶっ壊して。おっしゃ、いけー、ドーン、貨物空港ハブ。さあ、これは大変だよ。ああ、そしてここに来ました、最後の、給水塔の水路を断ちます。そして、はい、取水施設、ピュア汚水をダイレクトに吸い上げる給水施設です。さあ、これで大変なことになりますよ。もうすでにめっちゃ人口減ってるけどね。あ、これはやばい、これはやばい。よし、出動だ。これ抑えきれるかな。ガチンコ勝負だね。レディーゴー。あれ、全然出てこないぞ。どうした、あれ、出ておいで。あれ、なんかもう手遅れ感ある。もう無駄だよ。あ、こっち来てる、こっち来てる、すげえ来てる。先に病院からか。
医療センターもう大ボス？病院が手に、ああ来た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 。さあこれはどうだ？どっちが勝つ？あ、でもやっぱり数減ってってるぞ。救急車渋滞なんてなかなか見ないよね。いやでもやっぱり抑え込んでる。すごいな。え、ちょっと待って、ほぼほぼ抑え込んだね。え、すごくない？下水飲んでめちゃめちゃ騒音あって、さらに土壌土も汚れているんだけれども、ほぼ大丈夫っていうか、救急車がすごい行き交ってるんだよな。救急車の稼働率すげえ高そう。あ、でも30台0、0、0、0。すごいね、4台とか。医療センター0台。みんななんか慣れてきた。体が丈夫になってきた、もしかして。だってあるでしょ。そうだよね、騒音とか。すごいもんね。土壌汚染だってめっちゃあるし、ここら辺とかやばいよ。あ、健康ってどうなってる。平均健康度 5%。 5% って超低くない？医療の充足度は、ちょっと待って、人口2100人中病人1600人いるんだけど。ほとんど病人じゃねえか。3分の2ぐらい病人ですね。いやーすげえ。でもこれでもやっていけるんだね。まだ住みたい、まだ住みたいと。居住区メーターが高い。結論としては、医療センターだけだと限界はありますが、病院を足すことによって、力ずくで病気をねじ伏せることができますと。なかなか激しい結果になりましたね。はい、ということで今日はこの辺りでおしまいにしましょうか。いやーすごいですね、医療の力っていうのはすごいですね。はい、良ければチャンネル登録、また面白かったら動画の高評価していただけると嬉しいです。またツイッターやってますので、動画概要欄からアクセスしてフォローの方もお願いします。はい、ではまた次回の実況でお会いしましょう。バイバイ。